中国共産党に国を盗まれ、63年になる10月1日、共産党からの脱退者はすでに1億2000万人を突破しました。この日、香港では複数の団体による共産党脱退応援パレードが行われ、中国共産党の解体と迫害の制止を呼びかけました。初めて目にする異色のパレードに、中国本土からの観光客は大きな衝撃を受けました。パレードの隊列は4つの内容によって構成され、それぞれ中共を解体し、迫害を制止せよ。中共は諸悪の根源だ。良識を取り戻し、悪党を解体しよう。真相を知り、明るい未来に向かおう。共産党の63年間にわたる罪悪を暴露し、中国人には共産党からの脱退を呼びかけます。威風堂々の隊列と天地を震撼させる楽団の演奏は、大勢の観光客を引き寄せました。初めて見る共産党脱退パレードに、中国人観光客らは嬉しさとともに驚きを隠せません。香港の自由制度は羨ましい限りです。因为我是从内地过来的，然后这次算是深刻的感受了一下香港的游行文化吧，就是特别注重民主，挺浩大的，第一次看到这样，而且还有警察，就挺震惊的吧。我也是来自内地的，我也是第一次看见这样的游行，感到挺震惊的，可以合法控告吧。还有警察保护我，然后我就觉得挺震惊的。我觉得这样子挺好的，挺民主的，这才是真正的民主。其实，在我们内地的话，说表面是挺民主，但是实际上还是会缺乏，只是形式上嘛。香港就说这个地方很自由，能够自由表达，我就是最喜欢的地方。新东京テレビがお伝えしました。这是新传记者报道，这是新传记者的第一报道。有人说他是专制政府的，政府与危险势力合法参与加盟。